安定した収益を求める投資家に朗報です。三菱 HC キャピタルは、業界最高水準の高配当利回り 3.91% を誇り、信頼と安心の投資先として注目されています。最新のデータに基づいた詳細な分析と、手軽に始められる投資方法として、今すぐチェックしましょう。ただ貸すだけじゃない。三菱 HC キャピタルのアセットビジネス。今日は三菱 HC キャピタルについて話しましょう。三菱 HC キャピタルって、どんな会社なんですか？2020年9月に、旧三菱 UFJ リースと、旧日立キャピタルが、経営統合して誕生した、リース業界のトップ級企業だよ。つまり、2つの大企業が、一つになってさらにパワーアップしたってことか。それで新しい名前になったのね。合併後は M&A を通じて海外展開を加速させているよ。リース会社の枠を超えた先進的なアセットビジネスを世界各地で展開し、顧客に新たな価値を提供しているんだ。アセットビジネスって何ですか？アセットビジネスは単なるリースやレンタルにとどまらず、顧客の資産を効率的に管理運用するビジネスのことだよ。例えば航空機や重機のリースだけでなく、それを使った効率的な運用方法の提案も含まれるんだ。なるほど。ただ物を貸すだけじゃなくて、もっと総合的なサービスを提供してるんですね。それなら顧客も助かるわね。その通り。三菱 HC キャピタルはこうした総合的なサービスを提供することで、顧客に新たな価値を提供しているんだ。高配当利回り 3.91%、 三菱 HC キャピタルで安定収益を狙え。さて、今日は三菱 HC キャピタルの基本情報について勉強しましょう。まず株価は 1023.5 円です。先生、それって高いの？安いの？株価だけでは判断できないけど、時価総額を見れば会社の大きさがわかるよ。約1兆5014億円です。1兆円超えてるってどんだけ大きい会社なんだよ。1兆円ってどうやって数えるのか想像もつかないわ。業種はその他金融で、市場区分はプライムだね。プライムってなんか高級そうですね。プライムステーキみたいに。プライム市場は東京証券取引所の中で最も厳しい基準をクリアした企業が上場してるんだ。つまり信用度が高いんだよ。なるほど、信頼性抜群ってわけか。プライムステーキも信頼性高いからな。次に PR は 10.9 倍です。 PR？ 株価が利益の何倍かを示す指標だよ。 10.9 倍は株価が利益の 10.9 倍で取引されていることを意味するんだ。高い PR ってどうなの？一般的に高い PR は成長期待を示してるけど、あまりに高すぎると投資家がこれ高すぎない？って思うこともあるんだ。なるほどね。次は PBR だね。 0.87 倍ってどういう意味？ PBR は株価が純資産の何倍かを示す指標で、 0.87 倍は株価が純資産の 87% で取引されていることを意味するよ。ってことは株価が純資産よりも安いってこと？その通り。一般的に PBR が1倍以下だと割安とされることが多いんだ。最後に配当利回りが 3.91% ってどう？配当利回りは株価に対する配当金の割合を示していて、 3.91% は結構高い方だね。投資家にとっては魅力的な数字だよ。つまり三菱 HC キャピタルは成長期待もあって割安感もあるし、配当も高いってことか。その通り。総合的に見て魅力的な投資先として考えられるポイントが多いね。でも次は1兆円を数える方法についても教えてほしいな。それは数え終わる前に髪が白くなりそうだから、他の方法を探した方がいいかもね。株価パフォーマンス 33.34%、 三菱 HC キャピタルの上昇が続く。今日は三菱 HC キャピタルの株価チャートについて見ていきましょう。1年間の株価パフォーマンスはプラス 33.34% です。プラス 33.34% ってすごいですね。でもどうやってそれがわかるんですか？このチャートを見てごらん。去年のこの時期の株価と比べて、現在の株価がどれだけ上がっているかを計算しているんだ。株価の動きを見ると、去年の7月から急上昇しているのがわかるね。ほんとだ。その後、年末にかけて少し下がっているけど、また打ち直しているのが見えるね。こういう波を見ていると、まるでジェットコースターみたいだな。でも、下がってもまた上がってるから、結構安定している感じがするわ。その通り。今年の3月から4月にかけてまた少し上下しているけど、総じてみると上昇傾向が続いているね。なるほど。こうやって全体の流れを見ると安心して投資できそうですね。うん。投資の判断は慎重に、そしてこうしたチャートを見ることは大切だよ。4期連続増益、安定成長を続ける三菱 HC キャピタルの最新決算。今日は三菱 HC キャピタルの最新の決算発表について話しましょう。5月15日に発表された2024年3月期決算ですね。その通り。2024年3月期の連結最終利益は前期比 6.5% 増の1238億円になったんだ。そして2025年3月期も前期比 9.0% 増の1350億円に伸びる見込みで、4期連続で過去最高益を更新する見通しだよ。増益と配当の増加。4期連続増益ってすごいですね。それに配当も増えるんですね。
そうだね。今期の年間配当は前期比3円増の40円に増配する方針だよ。投資家にとっては嬉しいニュースですね。1から3月期の実績、さらに直近3ヶ月の実績である1から3月期4、9の連結最終利益は前年同期比 42.7% 増の432億円に拡大したんだ。そして売上営業利益率も前年同期の 6.7% から 8.5% に改善したよ。売上営業利益率が上がるってことは効率よく儲けてるってことですね。会社もダイエット成功って感じかな。本当にすごい成績ですね。私も効率よくダイエットできたらいいのに。三菱 HC キャピタル、過去最高益を達成、76億円の増益の秘密。今日は三菱 HC キャピタルの2024年3月期の業績のハイライトについて話しましょう。純利益が前期比で76億円も増えたって本当ですか？その通り。2024年3月期の純利益は前期比76億円増益の1238億円になったんだ。期初予想を上回り過去最高益を更新したよ。契約実行高と ROA、 ROE の詳細。過去最高益ってすごいですね。何がそんなにうまくいったんですか？いくつかの要因があるんだ。まず契約実行高は前期比で4113億円増加して3兆519億円になったよ。特に航空事業や不動産事業で新規実行が増加したんだ。航空事業が大きく貢献したのね。そうだね。そして ROA は期初予想通りの 1.1%、 ROE は為替換算レートの円安推移の影響で期初予想をわずかに下回る 7.7% だったんだ。 ROA と ROE って何ですか？ ROA は企業がどれだけ効率よく資産を使って利益を上げているかを示す指標で、 ROE は株主が投資したお金がどれだけ効率よく使われているかを示す指標なんだ。なるほど、どちらも重要な指標なんですね。そして純利益の前期比増減要因を見ていこう。期初計画外の減損などの計上や海外地域で貸し倒れ関連費用が増加したんだけど、航空事業を中心とした事業の伸長、大口アセット売却益や政策保有株式の売却益の計上によって前期比で76億円、つまり 6.5% 増益になったんだ。いろいろな要因が絡んでるんですね。でも全体としてはプラスってことですね。その通り。全体的に見ると非常に好調な結果だったと言えるね。2024年3月期の各セグメントの動向、持続的な成長を示すベース利益増加、三菱 HC キャピタルのカスタマーソリューションセグメント。今日は三菱 HC キャピタルのカスタマーソリューションセグメントの2024年3月期業績について見ていきましょう。まず売上総利益について説明するよ。ベース利益は増加したんだけど、前期に計上した不動産リースにかかる大口売却益がなくなったから前期比で減益になったんだ。なるほど、大きな売却益がなくなったから利益が減ったってことか。一回大きく儲けたけど今回はそれがなかったって感じね。その通り。そしてセグメント利益についてだけど、貸し倒れ関連費用が増加したり、前期に計上した営業外収益がなくなったりしたんだ。でも政策保有株式などの売却益が増加したから前期比では横ばいになったんだ。貸し倒れ関連費用って何ですか？貸し倒れ関連費用は貸したお金が回収できなくなった時の費用だよ。なるほど、貸したお金が戻ってこなかったんですね。でも株式の売却益が増えたから全体的には影響が少なかったんですね。その通り。最後にセグメント資産残高についてだけど、首都圏リースと DFL リースの株式譲渡によって連結から外れた影響で前期末比で減少したんだ。つまりいくつかの資産を手放したから全体の資産が減ったってことですね。全部まとめると利益が減ったけど大きな売却益がなくなったからだし、貸し倒れ関連費用が増えたけど株の売却益があったから大丈夫だった、そして資産は手放したものがあったから減ったってことですね。効率的な再編で収益増加、三菱 HC キャピタルの海外地域セグメント。今日は三菱 HC キャピタルの海外地域セグメントの2024年3月期業績について話しましょう。まず売上総利益から見ていこう。米州子会社の再編に伴う決算取り込み期間の調整による増益効果や、前期に欧州で計上した一時的な費用がなくなったことで前期比で増益になったんだ。つまり欧州での出費が減ったから利益が増えたってことか。次に計上利益について、米州ではコロナ禍で好調だった運送セクターの市況が悪化して貸し倒れ関連費用が増加したことで前期比で減益となったんだ。コロナ禍で運送が好調だったのに市況が悪化したんですか？そうなんだ。パンデミックの影響で一時的に需要が高まったけど、その後は落ち着いてしまったんだね。運送は波があるんだな。そしてセグメント利益については計上利益の減少に加え、前期に欧州で計上した有価証券評価益がなくなったことで前期比で減益となったんだ。計上利益が減ってさらに欧州での収益も減ったから全体的にマイナスになっちゃったのね。その通り。では
補足として事業の概況についても見ていこう。まず欧州コンシューマーファイナンス事業では市場金利が安定してきたことで顧客へのコスト転嫁が進み収益性が改善しつつあるんだ。市場金利が安定的に推移すれば今後も収益が改善する見通しだよ。安定するのは良いことだね。ピークルソリューション事業では半導体不足などのサプライチェーン問題が改善されて新車の供給が回復傾向にあるんだ。これが新規案件の増加につながっているんだよ。車の新しい案件が増えるのは良いニュースね。次に米州について、主力取扱物件である商用トラックについて運送セクターの運賃下落があって顧客である運送業者の財務状況が悪化しているんだ。でも2024年後半には運賃が前年同期比でプラスに転じる見通しだよ。運賃が上がるのは良いことですね。そうだね。全体的に見ると課題もあるけど改善の兆しも見えてきているんだ。持続成長の鍵、保有電源量拡大で安定供給を目指す環境エネルギーセグメント。今日は三菱 HC キャピタルの環境エネルギーセグメントの2024年3月期業績について話しましょう。まず売上総利益から見ていこう。アセット売却益は増加したんだけど国内の太陽光発電案件で減損損失を計上したんだ。それに加えて一部のインフラ案件で一過性の費用がかかったり子会社再編による決算取込期間の調整でベース利益が減少したりして前期比で減益になったんだ。つまりいろいろなコストがかかっちゃったってことか。その通り。そしてセグメント利益についてだけど税金費用が減少したものの売上総利益や持ち分法投資利益の減少、前期に計上したインフラ案件での持ち分売却益がなくなったことで前期比で減益となったんだ。税金が減ったのに利益が減ったってなんか損した気分ですね。そうだね。税金が減ったのは良いことなんだけど他の要素が響いたんだ。じゃあ今後の方針はどうなってるんですか？今後の方針についても見ていこう。まず国内では保有電源量を拡大して安定的な電力供給を目指しているんだ。2032年3期末には持ち分出力数を約 2.5GW にするのが目標だよ。持ち分出力数って何ですか？持ち分出力数は三菱 HC キャピタルが保有する電力供給能力のことだよ。つまりどれだけの電力を生産できるかを示しているんだ。電力供給を増やすのは大事なことですね。その通り。そして海外では開発機能の強化などにより事業展開を加速させる計画だよ。海外でも積極的に展開していくんですね。すごいな。市場回復と新規案件で好調、三菱 HC キャピタルの航空セグメント。次は三菱 HC キャピタルの航空セグメントの2024年3月期業績について話しましょう。まず売上総利益から見ていこう。市場回復や新規資産の積上げ、エンジンの稼働率向上によるリース料収入の増加、減損損失の減少などにより前期比で増益になったんだ。つまり飛行機がいっぱい飛んでリース料が増えたってことか。それにコストも減ったから利益が増えたのね。その通り。そしてセグメント利益についてだけど売上総利益の増加に加えて貸し倒れ引当金の大口霊入の計上、同社が保有する航空機リース取引にかかる為替評価損の減少などにより前期比で増益となったんだ。貸し倒れ引当金の大口霊入ってどういうことですか？貸し倒れ引当金の大口霊入というのは以前に貸し倒れを見越して積み立てていたお金が不要になって戻ってきたということだよ。つまりリスクが減ってお金が戻ってきたってことか。良いニュースだね。為替評価損が減ったのも大きいですね。その通り。最後にセグメント資産残高についても見ていこう。航空機リースおよびエンジンリース案件の新規実行や為替影響などにより前期末期で増加しているんだ。資産が増えるのは良いことですね。そうだね。航空セグメントは市場の回復や新規案件の増加などで非常に好調だということがわかるね。慎重な投資でリスク管理徹底、三菱 HC キャピタルのロジスティクスセグメント。今日は三菱 HC キャピタルのロジスティクスセグメントの2024年3月期業績について話しましょう。ロジスティクスって物流のことですね。どんな業績だったんですか？セグメント利益は市況に過熱感のあった海上コンテナのリース稼働率が正常化したことでリース料収入は減少したんだけど、アセット売却益、主に船舶の売却益が増加したことで前期比で増益になったんだ。リース料が減ったけど船を売って儲けたってことか。なるほど。船舶の売却が大きな影響を与えたんですね。契約実行高の詳細、次に契約実行高について見てみよう。市況を踏まえて海上コンテナの新規投資を抑制したことで契約実行高は前期比で減少したんだ。投資を抑えるって慎重にやってるんですね。そうだね。市況が過熱しているときは無理に投資を増やすよりも慎重に対応することが大切なんだ。セグメント資産残高の変動、資産残高はどうだったんですか？セグメント資産残高は契約実行高の減少や船舶の売却があったものの為替影響によって前期末期で増加したんだ。為替の影響もあるんですね。全体的にどういう感じですか？全体としてリース料収入の減少はあったけど船舶の売却益がそれを上回る増益をもたらした形だね。
そして為替影響も資産残高にプラスの影響を与えたんだ。新規投資で資産基盤強化、三菱 HC キャピタルの不動産セグメント。今日は三菱 HC キャピタルの不動産セグメントの2024年3月期業績について話しましょう。不動産セグメントって大きなビジネスですね。どんな業績だったんですか？まず売上総利益から見ていこう。アセット売却益は増加したんだけど、米国不動産市場の悪化を背景とした時価評価損の計上やダイヤモンドアセットファイナンスの連結除外によるベース利益の減少があって、前期比で減益になったんだ。時価評価損って何ですか？時価評価損は投資先の市場価値が下がった時に計上する損失のことだよ。減損とは違ってアセット関連損益には含まれないんだ。セグメント利益の増減要因。なるほど、だから売上総利益が減ったんですね。そうだね。でも経常利益は貸し倒れ関連費用の減少などで前期比増益になったんだ。そしてセグメント利益は経常利益の増加とセンターポイントディベロップメントの完全子会社化に伴う特別利益の計上があったんだけど、税金費用の増加などで前期比減益になったんだ。特別利益って何ですか？特別利益は通常の営業活動以外で得た利益のことだよ。この場合センターポイントディベロップメントの完全子会社化によるものだね。セグメント資産残高の変動。セグメント資産残高はどうだったんですか？セグメント資産残高はセンターポイントディベロップメントの完全子会社化や投資事業やファイナンス事業の新規実行の増加などで前期末比で増加したんだ。新しい投資やファイナンスが増えたんですね。全体的にどんな感じですか？全体として売上総利益は減少したけど、経常利益の増加や特別利益の計上があってプラスとマイナスの要因が混ざっている状態だね。事業効率化で次の成長へ、三菱 HC キャピタルのモビリティセグメント。今日は三菱 HC キャピタルのモビリティセグメントの2024年3月期業績について話しましょう。モビリティセグメントって車関係のビジネスですよね。どんな業績だったんですか？各段階利益において子会社再編に伴い三菱 HC キャピタルオートリースを連結除外した影響などにより前期比で減益となったんだ。連結除外ってどういうことですか？連結除外というのはグループ会社としての連結決算から外れることを指すんだよ。これにより業績に直接的な影響が出ることがあるんだ。契約実行高とセグメント資産の詳細。それで契約実行高も減ったんですね。その通り。契約実行高は三菱 HC キャピタルオートリースの連結除外の影響などにより前期比で減少したんだ。じゃあセグメント資産はどうだったんですか？セグメント資産は前期に新設したタイにおけるオートリース事業会社への事業移管などにより前期末期で増加したんだ。なるほど、新しい事業が加わったんですね。その通り。全体としては連結除外や事業移管の影響で利益が減少したけど、新しい事業の追加で資産は増加しているんだ。リターン増加、26期連続増配を見込む25年3月期の見通し。今日は三菱 HC キャピタルの2025年3月期の業績見通しについて話しましょう。2025年3月期の純利益はどうなるんですか？2025年3月期の純利益は111億円、前期比 9% 増益の1350億円を予想しているんだ。前期に計上した特別利益の反動減はあるものの、航空事業をはじめとした各事業の伸長や前期に計上した大口損失の剥落などにより増益が見込まれているよ。それは期待が持てますね。 ROA と ROE の予想はどうですか？2025年3月期の ROA は前期比 0.1 ポイント上昇の 1.2%、 ROE は前期比 0.3 ポイント上昇の 8% を見込んでいるよ。配当の増加。配当も増えるんですか？その通り。一株あたり年間配当金は26期連続増配となる前期比3円増配の40円で、配当成功は 42.5% を予想しているよ。純利益の前期比増減要因。純利益の前期比での増減要因について教えてください。まずインカムゲインは419億円増加する見込みだよ。これは航空事業や環境エネルギー事業、カスタマーソリューションを中心とした事業伸長、そして米国不動産事業における損失の減少によるものだよ。アセット関連損益はどうですか？アセット関連損益は95億円増加する見込みだね。これは航空事業におけるアセット売却益の増加や環境エネルギー事業において前期に計上した減損損失の剥落、不動産事業において前期に計上した大口売却益の反動減によるものだよ。貸し倒れ関連費用はどうなりますか？貸し倒れ関連費用は21億円減少する見込みだよ。これは海外地域の米州事業における費用の減少や航空事業において前期に計上した貸し倒れ引当金の大口例入の剥落によるものだよ。経費は増えるんですか？そうだね。営業活動推進に伴う費用の増加で経費は57億円増加する見込みだよ。特別損益はどうなりますか？特別損益は
146億円減少する見込みだね。これは不動産事業において前期に計上した一過性収益の剥落やカスタマーソリューションなどにおいて前期に計上した政策保有株式等の売却益の反動減によるものだよ。その他要因と総括、その他の要因はありますか？その他には税金費用などが224億円増加する見込みだね。これは利益の増加に伴う税金費用の増加や前期に計上した税金費用の減額効果の剥落などによるものだよ。カントリーリスクには要注意。三菱 HC キャピタルの事業リスク。今日は三菱 HC キャピタルの事業リスクについて話しましょう。事業リスクってどんなものがありますか？まず景気動向や金融情勢によって企業の信用状況が悪化することがあるんだ。これにより不良債権が増加し貸し倒れ引当金の追加繰り入れが必要になる場合がある。このような状況はグループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があるんだ。景気が悪くなると企業の信用も下がってしまうんですね。グローバルなビジネス展開とカントリーリスク。グローバルなビジネス展開においてはどんなリスクがありますか？三菱 HC キャピタルはグローバルなビジネス展開を行っているから取引先や投資先の国や地域における政治経済状況によって損失を被るカントリーリスクを負っているんだ。カントリーリスクって国や地域の状況が直接影響するんですね。その通り。例えば政治的不安定や経済危機が起こるとその国や地域でのビジネスに大きな影響を与えることがあるんだ。アセットの運用と収入の変動。他にはどんなリスクがありますか？三菱 HC キャピタルは国内外で一般的な動産に加えて航空機などのグローバルアセットや建物などの不動産を保有しオペレーティングリースなどの形態でこれらを賃貸しているんだ。しかしアセットの運用や処分によって得られる収入が変動し当該取引の採算に影響を及ぼす可能性があるんだ。つまりリース収入が安定しないことがあるんですね。そうだね。市場の状況やアセットの需要によって収入が変動するから常に安定しているわけではないんだ。堅調な成長。 EPS は前年同期比 16.9% 増。 EPS とはアーニングスパーシェアの略で一株当たり純利益とも言われます。 EPS から分かることは企業の収益力と成長性の2つです。数値が高いほど企業の収益力は高いと見ることができます。また同じ企業の当期 EPS と前期以前の EPS を比較することで企業が順調に成長しているか判断することもできます。今日は三菱 HC キャピタルの EPS とその成長率について話しましょう。まず2022年第2四半期の EPS は44円で成長率は前年同期比で 4.5% 増だったんだ。2022年第3四半期は 59.8 円で成長率は 13.3% 増。2022年第4四半期は 80.9 円で成長率は 16.9% 増と全体的に増加傾向が続いていたんだ。それは好調ですね。でも2023年に入ってからはどうですか？2023年第1四半期の EPS は 24.4 円で成長率は 9.4% 増だったけど、2023年第2四半期では 36.8 円と成長率マイナス 16.4% と減少に転じたんだ。2023年第3四半期は 56.2 円で成長率は 6% の減少。2023年第4四半期は 86.3 円で成長率は 6.7% の増加となっているよ。2023年第2四半期と第3四半期では成長率がマイナスになっていますね。成長率の変動要因。そうだね。成長率がマイナスになった要因はいくつか考えられるけど、例えば市場環境の変化や一時的なコスト増加などが影響している可能性があるんだ。成長率が上下するのはよくあることなんですか？短期的な変動はよくあることだけど、長期的に見て成長しているかどうかが重要なんだ。売上高 3.6% 増。2023年も成長を続ける三菱 HC キャピタル。今日は三菱 HC キャピタルの売上高とその成長率について話しましょう。売上高って企業の総収入のことですよね？そうだよ。売上高は企業の総収入を示す重要な指標なんだ。各四半期の売上高と成長率。具体的な数字はどうなっているんですか？まず2022年第1四半期の売上高は4603億4700万円で、成長率は前年同期比で 12.9% 増だったんだ。2022年第2四半期は4843億8500万円で、成長率は 13.8% 増。2022年第3四半期は4657億400万円で、成長率はマイナス 2.9% 減。2022年第4四半期は4857億5900万円で、成長率は 7.3% 増だったんだ。2022年の売上高は全体的に増加していたんですね。その通り。次に2023年に入ってからの売上高を見てみよう。2023年第1四半期の売上高は4768億1400万円で、成長率は 3.6% 増だったんだ。
2023年第2四半期は4657億500万円で、成長率はマイナス 3.9% 減。2023年第3四半期は4825億7800万円で、成長率は 3.6% 増。2023年第4四半期は5254億8600万円で、成長率は 8.2% 増なんだ。2023年は成長率にかなり変動がありますね。成長率の変動要因。成長率が上下するのはいくつかの要因が考えられる。例えば市場環境の変化や一時的なコスト増加、あるいは特定のプロジェクトの影響などがあるんだ。成長率が減少している時期もあるけど、全体的には増加傾向ですね。三菱 HC キャピタルの投資判断。続きの内容については YouTube のメンバーシップの限定動画かノートの有料記事となります。 YouTube のメンバーシップに加入するかノートのメンバーシップに加入していただくことで確認することができます。メンバーシップは初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円でお試しすることができます。